こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ムンジェイン大統領の任期が迫っており、韓国の次期大統領選挙まであと少しですが、ムンジェイン大統領がとんでもないパンフレットを作成したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。政府が昨年末にムンジェイン大統領在任中の6大成果を資料集にしてまとめ、全国に配布していたことが明らかになった。政府は歴代大統領はこの時期に成果資料集を作ったという立場だが、野党国民の力は大統領選挙を控えて事実上選挙介入に出たものと主張している。昨年12月23日、文化体育観光部はパンフレット大韓民国危機を超えて先進国へを発行した。大統領直属の政策企画委員会が原稿を作成して、各部署が内容を確認するという形だった。このパンフレットには新型コロナウイルス感染症世界大流行の克服を牽引した経貿易、素早く力強い回復をもとにした経済飛躍、大韓民国大転換、韓国版ニューディールとカーボンニュートラル、国民全生涯にわたる網の目の細かいセーフティーネット、包容的福祉の全面化、民主主義の進展、権力機関改革と人権強化、危機を機会に変える底力で、先導国家への飛躍、など6大分野と、付録、世界が注目するムンジェイン政府国際指標が244ページで構成されている。パンフレットの内容について、野党は、見るに応えない水準と酷評した。代表的なものが新型コロナ対応の部分だ。この中にはマスク5部制で需給安定化、海外流入遮断と 3T 戦略で先制的防疫措置、迅速で安全な予防接種のような内容が含まれている。透明な情報公開と積極的なコミュニケーションを通した政府革新は、政府に対する信頼を超えて社会的信頼につながった。開放性、透明性、迅速性、革新追求など、韓国社会の価値指向点が有機的に結合することによって、世界が驚く経貿易モデルを誕生させることができた、といった評価も含まれている。国民の力のペクジョンホン議員は、いくら政府が前面に出す成果を紹介したパンフレットだと言っても、自画自賛ばかりで見るに応えない水準としながら、特に政府が成果で放送した新型コロナ対応の相当数は、政府の防疫政策失敗として批判を受ける部分と指摘した。国民の力は内容だけでなく配布時点も問題にしている。該当パンフレットは中央行政機関及び地方自治体、国公立及び大学図書館、小さな図書館、研究所などに今年初めから2万部が配布された。ペクジョンホン議員は、大統領選挙直前、全国各地に広報物を配布して、KTV やオンライン等を通して成果を広報するのは、事実上、大統領選挙に介入することとしながら、公職選挙法上、選挙中立義務と選挙に影響を及ぼす行為禁止に違反したと主張した。これについて、成果広報集を発行した文化体育観光部の担当者は、歴代大統領5年目には、各政府時の成果を集めて冊子として発刊してきたとし、いつもしていたことをしただけで、選挙とは全く関係がないと反論した。それでは、ネットの反応です。この政権は、最後の最後まで、本当に何もできなかった。民主主義や自由が何かもわからない小さな子供たちにまでろうそくを握らせて、その結果政権を握って、やったことといえば、ひたすら政権延長のための小政治だけだった。国民のためにしてくれたことなど一つもなかった。すべてが尻しよく。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。